はいどうも、なおちんです。さあ今日もアーマードコア6をやっていきます。よろしくお願いします。今作ボスがかなり強いですよね。そしてパーツ選び悩みますよね。いろんなパーツ試してみたところ、結論これが最強だっていうのがありますので紹介したいと思います。これです。タンク、もう間違いなくこのゲームタンクゲーです。めちゃくちゃ強い。もう他のやつを使ってて、これに変えた時に、もう強さが異常だったもんね。まあ、とりあえず、すべて、耐久力が一番高い装備をつけてください。下はもちろんタンクですね。タンクで、あとは全部、耐久力が高いやつ。で、武器なんですけども、これ間違いない。ガトリング。ガトリングを、両手につけて、で、背中に、グレネードキャノン。ですね。それを2つつけてください。もうこれがマジで最強です。アリーナ皆さんやってますか？もうね、アリーナやってるんですけども、負けなしです。もう一回も負けずに、最初からここまで来ました。多分ね、この S ランクも超余裕でいけると思うんで、今日はこのキングとミシガンやっていきましょう。それでは、行きましょう。戦い方は至って簡単。もうとにかく敵に張り付いて、ガトリングを撃ちまくる。で、敵の動きが、ちょっと遅くなったかなっていう時に、グレネードガンを撃ってあげるといいです。まあ、ただ、これだけ。これだけで勝てる。もう、ぬるゲーです。OK。で、オーバーヒートすると、若干ね、待たなきゃいけないんだけども、まあ、その間でも全然攻撃には耐えうるので大丈夫です。ほらー、とにかく撃ちまくるだけ。消火力なの、本当に。これ以上の期待はないね。うん。まあまあ、戦い方次第ではね、他のやつも強いとは思うんだけども、俺のね、ゴリ押しの戦い方ではこれが一番ベスト。余裕、 S ランクも超余裕。それではミシガン行ってみましょう。こいつももちろん楽勝なんでしょう。おそらくだけども楽勝なんでしょう。とにかく打ちまくるだけ、打ちまくって前に出るだけ、それしかしない。いや、なんかゲームとしてはね、別に面白くないわけじゃないけどね。うん。でもまあまあ、どうしてもクリアできないところは、もうこれでいいじゃない。うん。おいおいおい。これ鬱陶しいな、こいつ。まあ全然勝てるでしょうけども。鬱陶しいな。で、耐久力がね、素晴らしいところもいいよね。本当に。全然ダメージ受けないもん。カッチカチ。よっしゃー、いけナイス。はい、もう少しでおしまいだね。いや、でもこれ敵としてはめちゃくちゃ鬱陶しいよね。ガトリング撃ちまくりながらさ、前に出てくるやつってめちゃくちゃ嫌だよね。よし、もう少しで終わりだ。しゃあ、終わりー。いやー、楽勝。 S ランクも楽勝。はい、ということで戻ってきました。アリーナの S ランクも超楽勝で倒せるこのタンク、ぜひ試してみてください。まあ、雑魚戦ではちょっとね、使いにくいなってところもあります、場所によっては。でもボスと戦うとき間違いなくこいつ強いので、どうしてもボスにつまずいてる人、タンクやってみてください。めちゃくちゃ強いです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。